おはようございます。6月27日木曜日、全国のお天気をお伝えします。梅雨前線が北上し、九州を中心に大雨に警戒が必要となります。断続的に雨が降り続く九州地方では、この後道路冠水や河川、用水路の増水、氾濫、そして九州南部ではこれまでの雨量で地盤が緩んでいる可能性がありますので、土砂災害にも警戒が必要です。その他、中国四国地方では西部ほど雨が降りやすい天気、その他の西日本から関東にかけても雲が広がり雨の降る可能性があります。外出には折りたたみ傘など雨具があると安心です。一方で北陸や東北地方にかけては日差しが届きます。梅雨の中休みとなりますので、今日届く日差しを有効にお使いください。また北海道は日差しが届いても変わりやすい天気です。午後を中心ににわか雨の可能性がありますので、外出の際雨が降っていなくても折りたたみ傘があると安心です。西日本や東日本ではジメジメムシムシとした体感が継続します。一方、北日本は昨日よりも気温が上がるところが多くなります。体調管理しっかりと行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。